花とは宜野湾市大山にある就労支援事業所みんなで就職を目指して訓練するところなのです。 はい始まりました。 始まりました。g o o g l バナースタジオ略してククスター。ククターはい、えー、ククスター毎週金曜日11時半から12時の30分間生放送でお届けしております。はい、本日のお相手はこちら方どうぞ。はい、ナッシュとメイトゥーン、宮地チリでございます。はい、そして。タッそして。タッチと。はい。そして。ミスカヨです。はい、おまけの変です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。 はい。ということで。えっと、いつもエンディングに流す曲を先に流しちゃった。まあ、こんなこともありますよ、世の中。はい。ね、こういうこと、まあ、たまにはね。あるかと思いますけれども。さあ、さあ、さあ、えー、7月28日金曜日のククスタですけれども。はい。えー、まあまあ、沖縄は暑いですね、皆さんね。はい。はい。夏バテしてないですか大丈夫ですか大丈夫 しちゃってるしちゃってるしちゃってらね、私ももう保冷剤なしでは寝れない状態ですから、<laughs> 毎日毎日、そうね、暑くてもう、そうそう、寝るときはね、ちゃんと、あのーね、部屋が暑すぎるとね、また熱射病になっちゃうかもしれませんからね、うん、クーラー28度にして扇風機かけて、うん、そんで保冷剤、頭の上に載せて寝てて。はいはいね で、そ、もうそういうのもありますからね。うん、はい。えっ、ー、と、皆さん、まあ日中だけじゃなくてね、寝る時もね、あの、注意した方がいいかなと思いますのでね。はい、はい。えー、頑張って元気を出して、はい。えー、美味しいものを食べて、はい。夏を乗り切っていきましょう。はい。はい。ということで、さあ,あ、今日のおーテーマなんですけれども、今日のテーマは何でしょう教えてくださいお祭りです。はい。はい、お祭り。お祭りです。はい。マ日のテーマお祭りということで、はい。 はいまあね、夏といえばお祭り、はい、さあ今日はお祭りのどういう話をするのかな、はい、ちょっと楽しみですけども、はいはい、お祭りって、まあ、今7月もう後半8月入りますけどもう行ったよっていう人いる、はい、お祭り,お祭りもう実は行っちゃったみたいなまだ行ってないま,あまだ行ってないよね、はい大体今からかな8月入ってから のののが多いかなあ学校が夏休みになってからやっぱり始まるところが多いですね、そうですねあのエイサー祭りとか、伝統エイサーもありますからね、沖縄は有名ですからね、ちょうどこの沖縄市でやりますからね、ちょうどこのパークアビニューのところ、道しねで歩いていきますから、そうねねお家が近いからいいね。 まにぎやかすぎて困るっておっしゃる方もいらっしゃいますけれど <laughs> そうですね、<laughs> まあまあまあ、その時はね、もうお祭りだからもうしょうがないかみたいなね、ね大阪の岸和田のだんじりと一緒でね、うんあ、岸和田のだんじりはどんな感じのお祭りなんですかあの担いでお、はいはい、おみこしを、ぐるーっと旋回するんですよ、はいはい、男性人がほうほうでその時に やれ、うちの看板が壊されただの信号機が壊れただのってああそれが苦情になってるらしいんですよなんかこのちょっと細い道を通ったりする感じのやつですかええあの、旋回するときにぶつけたとかねなんかニュースで見たことあるなあないなあないかんか多分ね見てみたい岸田の、そういえば新聞に先日載ってましたよだんじり見に行きませんかってあそうな大阪のへえ ね一度見てみたいですけどね、生でね、はい。多分ニュースとかではやるんじゃないかなと思いますので、はい、うん、チェックしてみてもいいかなと、今もうネットがあるからね、ネットでだんじり祭りって入れたらね、ね出てくるかもしそうなんです、検索で、うん、出てくると思いますよ。 まあそ,れ有名それだけ有名な感じのお祭りだったらねあるかなと思いますので、はい、そのだんじり祭りとかもね、えー、チェックしてみてくださいで、ね、実際行ったことあるよっていう人はね、あのー、ツイキャスでコメントもお待ちしておりますので、はい、よろししくお願いしますさあ今日のテーマはお祭りということで、えー、豊かしていきますのでよろしくお願いします。 クグストではメッセージを募集しておりますメールアドレス761アットマーク f m k o z a j p 7 6 1アットマーク f m k o z a j p ックスは098-934-8653934-8653また FM コザではユーストリームとツイキャスで映像と音声を配信しております FM コザのホームページからも見ることができますのでそちらでもお楽しみください、えー、ツイッターも連動しておりますので ぜひたくさんツイートよろしくお願いします。よろしくお願いします。ますクックスタは株式会社ビッグワン株式会社ジュータローホーム有限会社パーソナルフードサービス有限会社サキコーポレーションヘア＆メイクアップアーティスト秋弘元岡安達がしのりゅうか各社の提供でお送りしております。ありがとうございます。ありがとうございます。 はい。ということで、今日のテーマお祭りということなので、えー、お祭りにちなんだ曲をね、流したいなということで、はい、えー、思っておりますけれども、よしよしじゃあ、ちょっとお祭り、お祭り気分な曲ね。はい、じゃあ、これ、いってみましょうかね。はい。はい、これはジャニーズだね。はい。忍者で、お祭り忍者です。どうぞ。 はいえー、お届けした曲は「忍者,でお祭り忍者でした」で、はいえー「お祭り忍者、ね」でした。ははいいということでお祭り忍者ねあれですよねお祭りマンボのやつですよね。 ジャニーズの少年忍者のことじゃないかと思われますね。ああ、そううジャニーズの、ああはい、すぐ消えちゃいましたけど、うん、<laughs> なんかこの曲がヒットはしたんですけど、<laughs> うん、なっていのかな、ちょうどこの頃光源氏部、ゃベスト10とか音楽番組が続々終わってて、うん、あんま出る機会がなかったんですよ、その後に TOKIO とか V6 が出てきたんで、また嵐もね、その後また出てくるね。うん おーそうなんですねはい、はい、まあこ,この歌カラオケでよく歌ってたんであ<ー>あそうなんだよしきくんがあ、がはい、あ、はいあそうなんだ、今度聴かしてねね、はい、じゃねはい、はい、さあ,あーえー、今日のテーマお祭り」ということではい、えー、曲も「お祭り忍者」はい、流しましたけれどはいバックはこの曲流しております これねマツケンサンバフ情熱のサルサってやつ<ー> <laughs> 何それ <laughs> を流しておりますはい,い、えー、マツケンサンバも流しておりますね<ん>さあ今日のテーマは、えー、お祭りということではい、えー、話していきまして、えー、いきたいと思いますけれどもはい、はい、ねあのー、さっき全統 A さんの話が出ましたけれども、はい、沖縄市ここ沖縄市だよね前頭 A さんこのねえっ、ー、とこっちはなんだっけ総合 運動公園。ですかね、そこの方でね。はい、えー、やったりしますからね。はい、まあ、こね、沖縄市の方じゃなくてね、あのー、全国からもね。はい、外人さんとかからもね、はい、見に来たりしますもんね。僕、うん、このエイサー祭り行ったことある人。ずっはい。全東エイサー祭り。行ったことある人。る人は,いはい。はい。見に行ったことありますよ。あ、じゃあ、吉木君と、正君はないんだ。 ああちょっとないですね <laughs> <laughs> あ,あそっかそっかこれねあのこの全頭エイサーだからこの各沖縄の青年会のエイサーが<あ>まあ見れるわけですよね青年会のエイサーたくさんありますからね、うん、はいありますからねどこが見どころですか行ったことある人是非ね沖縄市あ3人とも沖縄市だそりゃそうか <laughs> はい なんか見どころのなどっかあればね教えてほしいで,すしいですね。エーサーの、はい。そうそう、伝統エーサーで、伝統エーサーで、これ面白いよ。まあもしくはあの食べ物美味しいよとかでもいいし。ああそう。<laughs> はい。このここの青年会面白いよみたいな。のでもいいし。しいあれあれもってな、ね、なんかフェスティバルみたいなやつ。フェスティバル？伝統エーサーで。伝統エーサーで？伝統。多分ビール祭りじゃないの？ビール祭りーー。もう一緒に多分やってるんじゃないかなと。そうそうそう 思いますけどねそ。そこ行っ,て行ってみたい。あ行って行ってみたい？あ前頭エイ行ったことあるんでしょ？うん、あるけどあっちを行ったことない。ああエイサーはみ見て、うん、でその横でやってるところは行ってないんだ。<laughs> そうそうそう未成年だったから。あまあそっかそっかあまあしょうがないね。うんそうですね横でやってる、うん、よくビール祭りとあの重ねてからね一緒にやったりしますからね。 はい。そう、なんか、ええー、と、ステージもね、あったりしますからね。うん、はい。面白いですよ。リカさんは。どんなんですか。伝統エイサー。伝統エイサー。うん、あのー、沖縄来てすぐに見に行って。おお、はいはいす。すごく感激したのを覚えてますね。いいですよね。まあ <laughs>、はい、太鼓の音がいいよね。ねえ、ちいこさんね、ちいこさんは。伝統エイサー、うん。どうぞ。 見所。見ろうん、これは面白かったっていうやつ。やっぱ最後の花火ですね、最初。花火か。花火。花火ね、お祭りといえばね。もうもう一日の終わりは花火で締めるみたいなね、とかありますからね。いいね。はい。年度映像でも花火一応。あるんだ。あったっけ。あるよ。花火が最終。ございますよ。あるんだ。あれ。なんで。平山行ったことあるんだけど、全体。あ、違うわ。お昼だ、行ったの。

なんんかテンンショがが上がったんですよ太鼓の音でね太鼓んだろうあのえー、っとすごくわさわさしてなんか、うん、うわーってなったんですね、うん、あのー、やっぱなんか「うちなんちの血が流れてるのかなってちょっと思いましたけどねまあこれでもうちなんちじゃなくてもね多分あのうわーってなるはずね、うん、あの迫力はねすごいですからね。 伝統エーサーこ今,年え今年いつですか9月ぐらいですかね9月の多分ね9月ぐらいかな九月2週間の金土日った、ね、じゃあまあ土日ね9本明けぐらいじゃないかしら、ね、あそうかもしれないですね 9, 9本の日ですからね本は9月の頭1第1週目だったかな,日,な日曜日が運慶だったかな、うん、だったと思うな、うんうん、になりますからねはいまあ,あの日にちわかったらね こちらでもね、あの報告いい、ねえー、したいと思いますので、はい、よろしくお願いしますね。さあ,あお祭り、今日のテーマお祭りということなんですけれども、よしく君どうですか？お祭り、お祭りのお話は何があります？どういうどういうお祭りが楽しかったですか？自分昔軍の祭りに行ったことがあるんですよ。うん、あ、基地の中ね。はい。それもすごいですからね、日本とはやっぱり比べ物、ね、なんかね<れ>違いますからね。うん、あ、はい。 もうさすがアメリリカンドリームんかあのタ,イタイプが違うっていうかねなんか種類が違うんですよね<ー>このなんかエイサーのエイサーのエイサーのじゃねえやあの祭りのね、はい、なんか雰囲気がやっぱ違いますねえっ、ー、とーで今ね多分今からお祭りがやることが多いと思うんですけどだって基地、えー、の祭りは。 この独立記念日ああ7月4日のアメリカ独立記念日、ね、で今月の頭に多分あったと思うのでね、はい。多分行ってる人もあ今年初のお祭り行きましたよっていう、ね、人も、ね、あのいるかもしれませんけどはい。よしき君、このお祭り基地のお祭りはどこが面白かったですか規模が大きくて。うん 子どもの時なんでよく覚えてないですけどとにかくうか、うん、楽しかったイメージはありますねですあの。あれだよね、だ,だっ広いよね、すああ、ね、すよも、ね。これまたあるみたいですよ、軍の、えー、空軍、海軍、陸軍ってあるじゃないですか、うん、なんかこのやるうこの3つ、なんか毎年なんかこ、変わり番組にあるのかな。うん やるらしく、なんかまた種類も違うみたいですよ。あ、そうですか。うん、次はどこでやるの。次どこでやるのかな。今年どこでやったのかな。<laughs> 気になるね気になことこれですけども。はい。ね、行ってみたいですね。はい。その時はね、キッチン入れますからね。うん、はい、えー。楽しみですね。はい、ありがとうございます。さあ、次、千恵子さんは。お祭り。伝統、うん、餌か。伝統、うん、餌,餌だな。 ね伝統んとえいさ、ぜ楽しいよね。うん何食べ。何食べる何食べる伝統とえー、餌焼き鳥とか。あ、焼き鳥ね。美味しい。いしいね。おいしいね。焼き鳥ね。屋台で食べる焼き鳥ってなんで美味しいの 売ってる？売ってるよ。あ売ってるんだ。へえ知らなかった。なんかアメリカっぽいね。今売ってるんだねポテトね。ソーセージが付いた。おは。ああこれあれですよ軍のあのお祭りの時はありましたよ。へえ。ポテトなんかあの洋洋風でしたよ。チキンとかねよしきくんね。ジェイコさん大丈夫か？大丈夫ちゃん。ねよしきくんね。 ああ、あんま覚えてないんだっけ。ああうん、た食べ物もね、あの洋洋風でね。うん、チキンとか、ね。じゃあ、アメリカンドッグとか。うん、あ,あ、そう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 ,そう。アメリカンドッグあ。あったりしますよ。で、最近じゃあ、そう、そういうのも日本でも。沖縄でもやってるのかな。うん、うん、あるある。外人さんが一応、うん、ね、多いからね。<laughs> そういうのもあるかもしれないですね。うん、ステーキとか売って売ってたりしない。たまに。そうね、あんま。 ああサイコロ不定期とかねそうそうそう,そう,そう,うなんか見たこと,あるたことないあ,あそうね、はい、あるはずよ探してみてください <laughs> ああそういうのを楽しみにしたお,お祭り見物もいいかもしれませんね,ね、うんはい、ということでチェ、はいはい、こさんありがとうございますねはいじゃあ一旦、はいったん CM です お祭りだったかならず焼きそばとたこ焼きは食べるな。焼きそばと焼き鳥うん、たこ焼き。ああ、おいしそう。焼きそばたこ焼きな。おいしいよな。おいしいよね。焼きそばおいしいよね。はい。たこ焼きはね、でもね、当たりと外れがあるんだよな。あ、ほんと当たり外れがある。最近では食べてないんですけど、最近食べた食べてない。あ、食べてないか。 うん、最近どうなんだろう、うまいこと作ってるところもあるのかな、ね、さあ、ククスターやっておりますけれども、今日のテーマはお祭りということで、はい、曲はこの曲を流しながらエンディングいきたいと思いますけれども。はいはい き、はいえー、今日のテーマはお祭りということで、はいえーね、お祭りいろいろありますけどね、ただし君はそうす、ね、羽衣祭りですね。うん、羽衣祭り、宜野湾市だから、はいそう,ね、うちの事業所も宜野湾にありますけれども羽衣祭りはどんなところが、うん、なんかおもしろかったよってだだな最近行ってないんだ。はいうん でも子供の頃は行ってたからね。おお、な何して遊んでたの、祭りで？くじ引き。あ、くじ引き。くじ引きね。大物狙いで。大物は大物は何だったの？当時は確か最新型だったから、六四だった。六四の。ニンテンドー六四。六四、懐かしい。懐かしいね。ね。それやってたんだけど外れたっていう感じのネタだったね。 あ,あそうなんだね、はい、でな何をもらったの実際ィステップを。<laughs> <laughs> ような感じのやつ <laughs> あるね、あるよね、あるあるそういうのあるよね。ありま <laughs> で、なんかあのね、あのー、この殺し文句みたいなキャッチコピーみたいなのがねあのまずは任天堂六四6 4を置いといてでキャッチコピーみたいなので外れなしみたいなね。 まあ表的には外れだけ一応狙いは任天堂64だからねでこの水鉄砲は遊んだはい遊んだねもう300円分は遊んだね300円だったんでしょ弟と一緒やってから600円であっ弟は何やったん一緒であ水鉄砲よかったね打ち合いできるからねあいいですね あく,じ引きね、くじ引きも、ね、あのいろいろありますけどね、うんはい、やっぱりあの景品どんな景品を置いているかっていうので、ね、やるかやらないかっていうのは決まりますからねどんなくじ引き引くやつ箱に引うん 紙でやるああ紙にねあれなんか最近ほらくじ引きでもなんかドーム状になってるとこに手突っ込んでなんかぐる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 って回ってるあありましたありましたありましたこういうのもねあったりとかねあと紐引っ張ったりとかねあそれはなかったっすねあそうねなんか紐がこうなんか景品につながっててあのどれどれ引っ張るみたいなうんえあれもあるよねうん瓶をあああなんか入れるやつ入れて立てさせるピンを倒す いや、瓶を倒れ倒、うん、倒れてるピンを。るピンを周り輪っかで、で、吸い上げて、それで直すわけ。あ、あ<ー>ええー、そんなのあるの。ちょっと後藤選手ず。ねえ、あ、すみません、時間がなくなってまいりました。<laughs> <laughs>